ユリゆりは、韓国出身の女優。趣味は映画を見ること。特技は絵を描くこと。2000年3月、ドラマ、学校法の出演者12人を決めるオーディションで13位で落選するものの、早くでもいいから出演させてほしい。と pd に懇願して、買い合って、学生の役で女優デビューを果たすことができた。その後、KBS のドラマである、秋なり工や、 愛はこんなものに出演して知名度を上げて、秋なり工での演技が好評だったこともあり、ラビング・ユーへの出演が急遽決まった。2010年9月6日には、年上の進学との男性と結婚した。この男性とは、2008年に宗教の集まりで出会い、一緒に進学の勉強をしながら愛情が芽生えて、この年の春から結婚を前提に交際していた。2011年の キラキラ光るでは、韓国内で最高視聴率25.3%を記録したり、2012年の副受賞では、韓国内のケーブルテレビ番組の同時艦隊、視聴率1位を23週連続で記録したりと、自身が出演したドラマが高視聴率を記録している。2014年には、私は、チャンボリ、での演技が評価され、MBC 演技大賞の大賞と PD 賞を、 受賞した。この受賞式は、KBS 演技大賞、SBS 演技大賞、KBS 芸能大賞受賞式の視聴率を上回り年末受賞式で視聴率1位を記録した。ありがとうございます。